皆さんこんばんは、関西ビジョンワーカー TV、本日のゲストは体と心のセラピスト、はい、中村由佳さんでございます、はい、よろしくお願いいたします、はい、します、はい、と本日も、パーソナリティの方させていただきますゆきことほかのゆきこです。よろしくお願いいたします。はい、いらっしゃいませ。呼んでいただいてありがとうございます。はじめましてですけれど、よろしくお願いいたします。はい、はい、ちょっとすいません、ちょっとトラブル出ます。ごめんなさい、ちょっと画面が見えないので、はい、ちょっと地味に緊張してますけれど、皆さんにはね配信されてると思いますので、このまま始めていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします、はい、ということで、体と心のセラピストっていうところで、はいはい、ちょっとお話をしっかりと伺っていきたいなと思うんですけど、はい、させていただいていいですか。はい、はい、お願いいたします。まあ、一応今その体触らせてもらって、実際にその、はい、まあ、いろいろ問題抱えていらっしゃる方、例えば今させていただいているのが本当にですね、はい、外傷でないものであれば、例えば筋肉由来のもので痛みがあったりするものとか、はいはい、そういったものに対応させていただいているんですけど、はい、ぎっくり腰であったり、うんうんうん、神経痛であったり、うん、ヘルニアだったり、はい、あと脊柱管狭窄症とかですね、五十肩とかですね、うんうん、まあ、いろんな方に触らせていただいているんですけど、体触るだけだと取れない方って結構いらっしゃるんですね。はい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 、うん、そうですね。何かなって突き詰めた時に、やっぱり何かメンタル的な部分でブロックがあったりとか、うんうん、はい、でそういったことで一応カウンセリング的っていうまでではないんですけど、はい、まあ、体と心と両方の方からアプローチさせていただいて、はい、改善してもらえたらなという形でさせていただいています、ね、はい、一応体と心のセラピストという形で、うん、はい、そういうことなんですね、うん、じゃあ、実際こう体に触れることと両面からっていう感じなんですね。実際にはやっぱりその体だけ触らせていただいてアプローチさせてもらうことが多いんですけど、はいはい、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、やっぱり、ね、何か例えばなんですけど、その痛みとかがあることで何かメリットがある、はい、例えばそれが実際にいらっしゃるんですけど、はい、それがあるからお孫さんと、はい、お子さんが毎日看病に来てくれるから、それがご本人の幸せになってるおばあちゃんだったりとか、はいはいはい、やっぱりそれがなくなっちゃうと来てくれないかもしれないじゃないですか、はいはいはい、でやっぱりご本人の中ではそれが必要、やっぱりその辺から話をしていかないとアプローチできない方だったりとかいろいろあるので、なんか本当に体と心の両方から入らさせていただいているという、はい、じゃあそれはどういう方が多いんですか、やっぱりその症状がですね、私の場合なんですけど、はい、実際にこれね、いいのか悪いのか本当わからないんですけど、うん、結構その重いって言っていいのかな、はい、何十年とか変な話、はい、いろいろやってきたけど、はい、なんとも改善がしていないっていう方で、はい、お越しいただいてる方って多いんですね、はい、でそういう方に実際にアプローチさせていただいてるんですけど、まあ、一応アプローチさせていただいてるのが、別に私が編み出したものというのではなくてですね、はいはい、出てきますかね、これって、あ、お写真出てきますかね、はい、塩見さん出てきますかね、お写真出てきますかね、KYT というですね、はい、主義なんですけど、はいはい、今ちょっと写真が出てるんですけどね、ケイン山本というですね、はい、世界を股にかけてですね、活躍されている腰痛治療家の方がですね、世界中で今教えていられる問題の箇所、例えば痛いところがあるじゃないですか、はいはいはい、触られると嫌ですよね、でその問題の箇所には触れずに、うん、全身を調整できるというですね、ケン山本テクニック、KYT というですね、手技をオーストラリアの方で学ばさせていただきまして、はいはい、それを使って施術させていただいているんですね。そうなんですね、はい、何をきっかけにその出会われたんですか、その、これがまたちょうど今日ですよね、22年前の阪神淡路大震災、
はいはい、ちょうどあの時に、うん、私は住まいは奈良なので、うん、そんなにそのいい時代は被害なかったんですけど、はい、あのたまたまその2日目に、うんうん、あのちょうど被害の多かった地区に入らさせていただく機会があって、はい、で行った時にまあね、うん、関西の方です。はい、私は和歌山ですね。あ、まあ、でもその頃は、ね、はい、状況っていうのはありますよね。で、でも実際行ったものの何もできなかったっていう状況があって、で、まあ、それがすごい心にあったので、東北の震災が起きた時も、はい、あの実際に足運んでボランティアとかいろいろちょっとさせていただいてるんですよ、うん、はいはい、でその時に避難所でおばあちゃんとか腰痛いとか肩痛いとか、やっぱりああいうところで寝てるのでね、いろんな問題抱えてることがね見えたんですけど、でも実際その時も何もしてあげれなくって、なんかすごいそれがずっと心残りで、なんかできたらなっていうのから、あと常日頃から何か貢献できることがあればいいなってすごく思ってたので、まあそういういろいろが重なり合って今回ですね、あのまあ何年か前ですけど、一応そのオーストラリアの方にちょうど学ばさせていただく機会があって、でちょうど学んだのがこの KYT っていう主義で、たまたまね、うん、私に言わすとほんまに最高の主義やったんですよ、はい、で、この主義に出会って、うん、でそこから、その方の一応そのブレーンの先生方で、はい、あの帝京平成大学でですね、うん、あの准教授を取られているですね、うん、原口力也先生だったりとか、アメリカの方でドクター・オブ・カイロをされている確かな、まあ、実績のある先生なんですけど、うん、上村隆先生とか、まあ、その本当に名だたる先生方の教鞭というか、うん、まあ、一応いろいろとね教えていただく機会があったの で、はい、でその辺もいろいろとちょっと取り入れさせていただきながら、はい、うん、なんか自分でもちょっと、うん、思いがけない成果を出させていただいて、でたくさんの笑顔に今貢献させていただいている状況なんです、うん、へえ、うん、そうなんですね、うん、なんかそういうなんか本当に そこから思いがあって、うん、でたまたまたどり着いたのがその県山本さんだったんですね。そうですね、うん、本当にね、あのこの主義に出会えて、うん、であのちょっと写真って出ますかね、実際にあの出させていただいたですね症例なんですけど、はいはい、うん、あこれではなくですね、はい、これあの、ね、実際に今レントゲン写真が出てるんですけどね、これあの、うん、骨粗しょう症を患っておられるですね80代の男性の方で、もう骨がね、はい、スケルトン状態になるほどに本当スカスカになってる状況なんですけど、うん、であの圧迫骨折ってすごくずれちゃってるんですね、外傷によって、はいはい、で、その横にあるあの比較の写真がビフォーアフターなんですけど、うん、最初すごく曲がってられて、うん、S 字のすごい側弯があったんですけど、はいはい、させていただいた後まっすぐにご本人立たれる状況になって、うん、S 字の側弯も今すごい改善しちゃってるんですね、で症例これちょうどあの手術してからもう1ヶ月以上経ってるんですけど、はい、ほぼ痛みない状況で今も快適にさせていただいた時はすごい激痛だったんですけど、うん、あの普通に生活していただいてるということでですね、はい、あの側弯ってすごい今まで、うん、すごいアプローチの難しい分野だったんですよ。そうですよね、それが一応その今回並ばせていただいたこの県山本という方が側弯に対してもアプローチができるよっていうのをですね、はい、多分これ学科発表ものぐらいの勢いの症例だと思うんですけど、そういったことにもアプローチをできるっていうのをですねされてて、はい、でご本人だけができるというわけではなくてですね、うん、本当にそれを習った人間たちもこうやって症例を取っていけるというか、うん、そういった形でね今本当にアプローチさせてもらってるんですけど、うん、だからぜひ今まで何かやって痛みとか例えばいろいろあっていろいろやったけどどうしてもやっぱりそのまだそれが改善できてないとかって言って悩まれている方ってきっと結構いらっしゃると思うんですよ。そうですね、はい、私も本当やらしてる中でも結構そういう方たちに巡り合わせてもらってるんで、うん、ぜひ諦めないで、うん、一度問い合わせをしていただきたいんですね。そうですね、で私がもし不可能であったとしても、うん、今言った名だたる先生方ももちろんいらっしゃいますし、うん、あと同じようなやっぱりその痛みとかに取り組んでいる趣味療法家、うん、全国に仲間がいるんですね。このなんかそこにつなぐことも私もっとすごい先生とかもいっぱいいますしつなぐこともできますので、ですからぜひね
諦めないでこのままないに会いたみって思わずに、うん、あとでちょっとブログの方も ね URL 出ますので、うん、はい、そちらに問い合わせございますので問い合わせていただけたらなと思います、うん、はい、そうですよね、うん、で実際にねだってそので、病院に行っても、うん、そのね、そういう治療に行ってもなかなかっていうところって実は割とありますよね。でそういったところでこう、ね、サポートしていただけるというか、うん、そういうふうな形でね、うん、アプローチしていただけるって言ったらね、うん、やっぱり今までそれがこうね、うん、なかなか改善しないっていうのがね、うん、こう心にも影響してきますよね。そうですよね、どっちが先なのか、卵が先か鶏が先かの話になりますけど、そうですよね、体がしんどかったら、はい、心にもやっぱり影を落とすし、メンタルがしんどくてもやっぱり体に影響しますし、うん、そうですよね、だからこそ本当に体と心のセラピストというか両方からのアプローチすごい心がけてるんですけどね、うんうんうん、そうですよね、はい、それはすごい本当に分かります、うん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 、でもそれがね本当にね、うん、いい方向にね進んでいくっていうのは嬉しいことですよね、はい、すごい。でもそうですよね、もともとね、うん、ゆかさんあれですよね、その全く関係のない仕事というか、うん、そういったところからここに転換してされてるんですよね。そうなんですよ ね実はあれなんですよ ね松竹芸能っていう事務所で、レポーターとか今だからインタビューされてるんですけど、そうなんですよね、インタビューする側やったんですよね、うん、それがちょっと今回、ね、はい、ちょっとなんか、ね、インタビューされてますけどみたいな、そうですよねでこれがまたね、私が全くのズブの素人っていうのがまたね、なんか不思議な話なんですけどねはい、すいません、こんな感じで申し訳ないですけど、はい、でもでね、しかもこうプロフィールを見せていただいた時に、はい、私もそのエステをしてる中で、そのリンパとか体とかお肌とか、はい、そういったところをしながら、うん、私もテーマが笑顔なんですよ、でそういうのがあったので、すごいこう会うのが楽しみでいたんですけれど、うん、ね、エスティシャンってね、はい、最初お伺いしたのでそう思ってたんですけど、はい、多分うちのその師匠っていうか健安元も多分考えてるところだと思うんですけど、うん、医者にね、医療の世界の人間にしろ、はい、この手技療法か民間療法の人間しろ、エステ業界にしろ、そうなんですけど、はい、みんなやっぱり誰かの笑顔のためだったりとか、ね、もっとボディー、ね、体も心もじゃないですけど、笑顔に本当になってほしいなっていう目指してるところって一緒だと思うんですよね。そうですね、だから本当にこの世界からというか、ちょっとでもやっぱ痛みで苦しんでる人をなくしていくためにも、本当に言うとそう、なんていうのかな、医療、はい、民間っていうかその手技療法とかの世界、エステ業界全部本当に手を取り合ってじゃないけど、垣根、ね、はい、っていうかちょうどこれ ね、うん、そうですよね、いい組み合わせなので思うんですけど、 そうですよね、そこが本当に省かれて、はい、ね、うんうん、同じところに目指してもっとその情報交換とかもできて、そうですよね、なってみたらすごい、もっとそうですよね、うん、やっぱりその辺まだまだそう、私もエステの業界に入った時にやっぱり海外ではやっぱりこう医療の分野にやっぱりそういうエステがもう関わっていたりとか、そこってやっぱりメンタルの部分がすごく大きいとかっていう話を聞いた時に、そうだから私も今の仕事になったんだって思ってるんですけど、やっぱりまだまだ日本ってその辺の垣根というか、まだまだね、うん、っていうところは感じるところもあるので、ね、今ねゆかさんおっしゃってるようになっていけば、ね、ちょっともっと違う方向に行きそうですよね、うん、目指しているところっていうか思いは一緒じゃないですか、ね、そうですよね、うんうん、ですよね、思いますね、そう、うんうん、もっともっとね本当に面白いというか、ね、こうワクワクするようなことができていきそうですよね、うん、そうなっていくと、そう思ってます、本当に。だからこの世から本当に、うん、ね、今ストレス社会って本当言われてますけど、本当は体も心も笑顔で全然元気で何の不調もないのが本当はそれが正常なところだと思うので、うん、はい、そこに本当にみんながなっていければいいなと思ってるんですよ、うん、でもっと言うとほんまにみんながそうなっていった時に、はい、私が今やってるこの仕事って最終的に必要性がなくなるなと思ってるんです、うん、でもそれでいいなと思ってるんですよ、そうですね、その世界に向けて貢献できた人間っていうか、みんな今やってるそれぞれがそうですね、それでいいやろうなと思ってるんですよね、だから本当に目指してるところっていうのはそこなんですよね、はいはいはい、うんうん、あ、でもすごくわかります、うん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 、本当にね、うん、それができたら、うん、ね、必要なくなるんですけど ね、うんうん、でそこからまた楽しいこと探して、そうですね、確かに、本当だ、本当だ、素敵ですよね、やっぱり、はい、ね、うん、
すごい、ちょっと深いですね、やっぱり、ね、でも思いもそうですし、うん、されてることもね、うん、本当に、はい、他にもね、ちょっといろいろ、そうですよね、ね、まあ、ちょっとその辺もまた伺いたいんですけど、はい、ちょっと先に、プロフィールじゃないや、はい、普段の、そう、あ、これもそうなんですよ、はい、趣味の、ね、お話を伺いたいなっていうところだったんですけれど、ここにもさっきねちょっとお話をね聞いてたら深さをまた感じずにはいられなかったところなんですけれど、はい、趣味の、はい、草木染めですね。そうなんですよ、天然のねちょっとあの薬効成分のある茜とかシコンとかウコンとか、あのー、藍染めとか、はい、そういう染料を使ってですね、はい、であの布も化繊のものではなく、うん、天然の繊維、うん、オーガニックコットンであったり、はい、天然の麻であったりそういった布を使って染めて、で染めたものでですね、あ、これちょっと家でね染めてこうしてる状況なんですけど、うんうん、きれいに出るんですよ。そうですね、あのそれを使ってですね、うん、あの実際にちょっとあのショーツであったりとか、はい、いろいろとずっと、はい、はい、レースつけてですね、うん、あの締め付けない方が私はなんですけどいいと思うんですね。そうですね、であの実際にこれつけていただいて生理痛が改善してるっていう友人とかも結構いてるんですけど、はい、やっぱりその子宮っていうか温めてあげるのすごい、やっぱり今ね不妊の方とかも多いですけど、やっぱり大切だと思ってるんですね、はい、で、まあ、そういう観点から本当に全部が誰かの笑顔のためになるんですけど、あのそういった部分でこういったあのちょっとショーツを作らさせていただいたりとか、はい、あとちょっと出てきますかね、はい、今ちょうど寒いんですけどカイロをですね、はい、あの入れることができるポケットがついている、はい、ちょっと布ナプキンみたいな状況の、うん、はい、あのでつけてカイロをつけてて低温やけどしない状況にちょっと布何枚か重ねてるんですけど、でこれで一応外側から温めることができるっていう、こういったのをですね、まあ、今は友人にほんまにちょっと、あの頼まれて、うん、あのほとんど原価程度で配ってるような状況のままなんですけど、すごい、まあ、あのまあ見てられてもしあのちょっと冷えてて気になってるんやわとか、うん、生理痛ひどいんやわっていう方とかで、うんうんうん、あの気になる方いらっしゃったらこちらも後で多分出てくるのでブログの方から問い合わせできますので、はいはい、していただいたらですね、あの、まあ、ほとんど儲け取ってませんので、はい、分けさせていただくこともできますので、よかったら、はい、すごい、はい、なんか何だろう、もう趣味なのか何なのかっていう域を超えてますよね、でも拝見、ね、してると、うん、でも本当に体も心も笑顔になってほしいっていうのが私の中の一貫したテーマなんですよ、うん、そうですよね、うん、そうだからここもそうですし、うん、もう本当、あ、そうなんですよね、うん、だから本当に、まあ最後に PR していただこうと思ってたんですけど、もうその、ね、なんかこう笑顔っていうテーマからなんですね、全てがね。そうです ね、 ね、あのそこから本当に発生していってるんですけどね、はい、はい、うん、あ、すいません、ちょっとコメントをいただいてるみたいなんですけれど、はい、なん、え、ネットワーク作れたらいいですよね、うん、なんだろう、あ、締めないとヒップアップします。お、締めないとヒップアップするんだ。ちょっとこうよくわかんない、うん、でもね、でもそうです、そうです、あ、でもあれ足りてないかもとか言ってちょっと自画自賛しましたけど、はい、ね、そうですよね、見せていただいた方がいらっしゃいますけど、はい、うん、あ、そう、なんかこうあの結局全部ね、うん、ここで血液のね流れとかがこう滞ってしまうことで、うん、たるみの原因になったりとかっていうのも ね、 ね、ちょっとありますし、鼠径靭帯のあたりですよね、うん、そうですね、が通ったりしてますのでね、すごい、これ誰だろう、わ、うん、からないですけど、あのあ、きっとその関係の方が多分入れてくれ、はいはい、くださってるんでしょうね、うん、あ、ありがとうございます、っていうことでまたそんな、はい、もう全てが全てこう深さとでつながってるんですけれど、そんなゆかさんから本日も、はい、あの、はい、プレゼントをいただきたいなって思ってるので頂戴していいですか、はい、そう、プレゼントね、はい、今日あの、うん、マッサージオイル一応持って、あの普段オイル使ってないんですけどあ、うん、あのマッサージオイル、はい、持ってきたんですけど、はい、ごめん、大丈夫ですか、発送されてないということで、そうなんです、だからあのもし、はい、
希望がごめんなさいね、いいもし希望があればなんですけど、はい、私の施術、はいはい、結構治療系なんですけど、うん、ね、あの美容系じゃないのであれなんですけど、もし腰痛とか肩痛いとか膝痛いとか持ってる方いらっしゃったらですね、うん、あの通常の半額で、はい、させていただければなと、はい、大丈夫ですか、よかったごめんなさい大丈夫ですか、あの施術のプレゼントを、ね、はい、いえいえとんでもないです、施術の、はい、プレゼントをしていただけるということですね。ちょっとじゃあ今の間にあの入力をさせていただきたいなと思いますけど、あの変わりますね。じゃあ、プレゼントをいただけるのが、ゆかさんの施術です。で、先着2名様ですね。すみません。はい。はい、で、ここで、半額でさせていただきたいと思います。はい。はい、通常2名ですね、はい、通常ですね、あの一応1万円にプラス税でさせていただいてるんですけど、一応それであのどこがどういう状況になってるのかっていう全身チェックというか検査させていただいて、で施術させていただいて、でまだ症状ちょっと残ってるっていうのを調整させていただいてから、メンテナンス、自宅でできるメンテナンス指導までさせていただいて、で一応1万円にプラス税でさせていただいているんですね。でそれをですね、ご自宅に伺ってる出張とかもやってるんですけど、一応今回のこれに関しては京都か芦屋の友人のサロンを提携させていただいてますので、はい、そちらの方にお越しいただける方という京都か芦屋のサロンですね、はい、形にさせていただければなと思います。はい、はい、でこれの確認を、ブログの方で、はい、ですね、そうですね、はい、今一応あの京都の方の亀岡っていうところなんですけど、はいはい、そこ の, あのエステサロンなんですけどね、うん、マニホッシュっていうあのエステサロンの方で一応毎月させていただいているのと、あと甲子園球場の、うん、球場のすぐ横なんですけど、一応これあのプロ野球選手というかアスリート向けのメディカルサロン で,、うん、でそこで一応結構いつも重いですね症状の人ばっかり回ってくるんですけど、ああそうなんです、ね、させていただいてるのと、あとは沖縄の、うん、ジャスミンエイト沖縄っていう友人のサロンでさせていただいたりとかですね、うん、それ以外には東京の方も一応毎月行かせていただいたりとかでですね、ほんまにあのでも住所不定かっていう状況で、そうなんですね、働かせていただいてるんですけど、はい、あそうですね、今、はい、ブログ出てますかね、であとで後ほどあのブログの URL の方もあのアップさせていただくので、はい、ありがとうございます、はいはい、あのそこを開いていただいて、はい、確認してもらうのと、はい、あとプレゼントはあの、美女若 TV 見たというコメントを入れていただいて、はい、あの先着2名なのでね、先着2名で、はい、はい、アプローチしたもの、はい、ガチみたいな感じになってますけれど、はい、はい、お願いします、ありがとうございます、はい、でなので、はい、そうで、コメントの方にもショーツ欲しいっていうコメントをいただいていただいてます、はい、ぜひブログの方にそうですねメールアドが記載されてますので、そちらの方に問い合わせていただければですね、作らさせていただいてます、うん、はい、ちょっとほぼ原価割れている状況なんですけどね大丈夫ですか、はい、大丈夫です、まあ、すごいそれでね、ほんま元気になってもらえるんやったら、うん、あとね、また大丈夫ですかね、はい、あれですよね、今子ども食堂とかですね、はいはい、参画させていただいてるんですよ、大阪西成の方でなんですけど、はい、今本当に6人に1人の割合で親の、まあ、貧困であったりネグレストであったり、あとトンボだらけであったりとかでですね、実際にそのちゃんと食べれてなかったりとか、一人で毎日食べてるっていうことがすごく多いんですね、はい、でそういうのもやっぱり一人じゃないんだよっていうか、そういう部分をすごく伝えたくって、はい、
そういうところにも足を運んでですねさせていただいているのと、あとは実際にこの今セラピストさせていただいてますので、東北もそうですし熊本ありましたよね、で熊本の方にも足を運ばさせていただいてるんですけど、仮設住宅の方に、そこで本当になんていうのかな、一人じゃないんだよ、みんなつながっているんだよっていうですね、そこのところを本当に訴えさせていただきたくって、ずっと活動させていただいてるんですけど、そういうことにもぜひご興味ある方いらっしゃればですね、例えば子どもの笑顔のために何かしたいって実は思ってたんだよねとか、そういう場所ってありますの で実際に、ね、私が参加させていただいてますので、ぜひお声掛けいただければですね、一緒に、ね、子どもの笑顔を作ったりとかしていけたらなと思いますので、ご連絡いただけたらかなと思います。そうですね、そう今本当にねいろんなところでね、その、なんだろう、子どものこととかって、私もやっぱり人の親なので、すごくそこはね痛感することって多いなとは思いますよね。でもそういう方たちがね、本当に見守ってくれてるというか、そういうことがね伝わるだけでも子供ってきっと違いますよね、この先。やっぱりね、三つ子の魂あくまでじゃないですけど、はい、子供の頃のその体験したことであったり、重い記憶って、ずっとやっぱりトラウマ的に残っていくと思ってるんですね。だからその血のつながりがなくっても、その時に、あ、こうやってやっぱりなんていうのかな、ちゃんと自分は愛されてるんや、大切にされるんやっていうことを、誰かから受ける行為って、抱きしめられる行為であったりとか、すごい大切やと思ってるんですね。まあ、ぜひ、興味あればいらっしゃれば、本当ですよね。ねえ、そうなんかもうね、なんかこうやろうと思ってもこう、なかなか踏み出せないというか、何をすればいいかわからないって思ってた方とかもたくさんいると思うので、ぜひね、そういった方もブログからでもアクセスしていただいて、ぜひね、そういう何か始めるっていうところにもね、つながればいいですよね。でもほっと今日なんかお話伺いながらね、そのゆかさんのその思いがすごいこう伝わってくるというか、ね、笑顔でになってほしいとかっていうその思いが本当に深いなと思って今日伺ってても、私もこうなんかこうジーンときてるんですけどね。はい、ねえ、でもそういうふうに本当に動かれているというか、こうそこでこう活動されているというのもね、私もなんかすごくこう励みになりましたし、よかったなと思います。今日会えて嬉しかったです。ねえ、暑苦しいんですよ。とんでもない、とんでもない。でもそうなんかこう熱い思いがすごくありますよね、なんか伝わってくるので、ね、あでもそれってこうみんなにこう本当に伝わっていくというか、こう広がっていくと、ですよね、いいですよね。本末の根運動やと思ってるんで、そうですよね、確かに確かに、うん、でもね、これを機会にね、本当にたくさんの人にね、そういうことがね伝わっていったら嬉しいですよね。はい、ね、もう本当にあっという間のお時間なんですけれど、そうですよ ねなんかどうし、なんだろう、聞いてて本当にね、もっと聞きたい聞きたいみたいな感じではあるんですけど、もう最後思い残すことはないですか、何かお伝えしていただくことって。もう、あ、そうですね、ね、いろいろ言ってきたんですけど、あと例えばあの私も何か人のために貢献したいなとかっていうので、同じように例えばセラピストしたいなっていう方がいらっしゃればですね、ぜひネットで県山本と引いていただければですね、日本でもセミナーやってますの で、どなたでも本当習っていただけますので、といっても告知して5分ぐらいで、ね、埋まるようなセミナーなんですけど、ね、あ、そうなんですね。ぜひですね、同業者として、ね、なっていただける方もいらっしゃればね、仲間が増えていけば嬉しいなと思います。そうですよね、全国に今何名ぐらいとか、どれくらいいてるんでしょうかね、ちょっとわからないんですけど、全国っていうか世界でね、本当についこの間もハワイ大学の方で、大学の方で教鞭取るというかセミナーしてたりとか、バンコクやったらバンコク病院とかでも、病院のね、ね、お医者さんドクターとか相手に教鞭取ったりとかしてるので、本当に世界で認められているこれ主義なんですよね。自信を持って私もさせていただいてるんですけど、そんな仲間をいっぱい増やしたいっていう形だ ね、ほんでやっぱり痛みがなくなる世界っていうのをですね、
うん、ちょっとでも、うんうん、近づけれたらなって思います。そうですね、はい、本当ですね、はい、もう本当に今日はありがとうございます、うん、素敵なお話をね、本当にたくさん聞かせていただいて、はい、私もちょっと見習いたいなと思います、はい、ありがとうございます、はい、はい、本日はもうね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、また皆さん次回も楽しみにしてください。あ、違う、この後はゆきの部屋でした、はい、お願いします。改めまして、ゆきの部屋です、本日もご覧いただいてありがとうございます。今日のゲスト中村ゆかさん、本当素敵な方だなっていうのがもう本当に実感してるんですけれど、先ほどねゆかさんのお話の中にこう笑顔になればいいなっていう思いがあってっていうところを私もずっと常々思っていて、まあ、エステってこう意外とこう美容っていう風に見られがちなんですけれど、私もこう内面ってすごく大切なものって思っていて、女性がね笑顔になっていくと、みんなにその笑顔からこう伝わっていくパワーっていうのが溢れてるって思っていて、で今の仕事にすごくこう魅力を感じてるんですね。で、今先ほど言っていただいてたみたいに、同じような思いで医療も美容もそういう、ね、治療っていう分野も全てがこう同じ方向に笑顔に向かっていってるっていうところ、この垣根がなくなるといいよねっていうふうにおっしゃっていただいてたこととか、すごく共感するというか、そういう思いで皆さんそういるんだなっていうのがすごく私の中でもすごく嬉しくて、で子どものねお話なんかもやっぱりそれってみんな大人がこれから先々のことを考えていった時にすごい大切なことって思うので、同じようにね参画できたら嬉しいなと思います。でそういった方がね本当にブログの方でアクセスしていただいて、どん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 増えればいいなと思うので、ぜひぜひブログの方にねアクセスしていただければといいなと思います。ということで本日もご覧いただきありがとうございました。次回は、24日ですね、はい、放送ありますので、また次回もご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします。